明るい時期へ。その前にちょっとご確認したいことがございます。今日星野さんですね、この模様を撮影したいらしく、もしかしたら YouTube に載るかもということなんですね。で、私顔映っちゃ嫌だよっていう方は、後ろに星野さんのお店で買えるメガネが置いてあります。それをぜひ、はい、そう、あ、千春さんナイスですね。そうですね、顔映っちゃいけない人は映ってもいいけど、これではそういうのがいっぱいあるので、はい、ぜひかけていただいて。販売はしてない、販売も大丈夫です。販売もすごい、すごい、ワンコインぐらいで今日はいけるライブを。そっからちょっとどんどんね、最低ワンコイン、後ろに、利益は後ろに皆さん飲み物はお持ちですかね。はい、で今から、星野さんと、ガイドの倉岡さんと、三浦豪太のまず対談を、40、50分、聞いていただいて、はい、で、ざっくばらんにフロアの皆様の方から、あの時どうだったのみたいなのも振ってもらって OK だということなので、楽しく話していただければなと思います。あ、すみません、私三浦ドルフィンズの安藤と申します。よろしくお願いします。仕事終わった後に一回ここ椅子をかけますの で立食形式の、食事会を、させていただきたいなと思います。星野さんなんですけど、皆さんもう私から紹介することは特にないんですが、ここにですね、3年半前ですかね、はい、で三浦ドルフィンズで私たちがやってました三浦塾、登山塾っていうのにいきなり来られまして、エベレストに登りたいんだって言われ、いや、そんな塾じゃないんですよっていうところから、で、そこから3年半で、すいません、メールありがとうございます。なので、ここからは、3名の方にマイクをお渡しして話していただきたいなと思ってます。じゃあ、はい、紹介を。そうですね、あ、YouTube。じゃあ、登山ガイドの倉岡さん。で、三浦豪太、真ん中に星野さん、パソコンがちょっとあって、あ、もう、こちらで座っちゃって、で、星野さん、はい、じゃあマイクが2本あるんで、あとはお任せします。はい。はい、あ、どうも、皆さんこんばんは。先ほどですね、ご紹介いただいた、いただいたようにですね、僕全然素人だったんですけど、エベレストが登りたいという気持ちだけで、山には富士山しか登ったことがなかったんですね。でそれで、簡単にかいつまんで言うと、砂漠マラソンをちょっとした時があって、でその時の、先輩とか友達に、僕エベレスト登りたいんですけどどうしたらいいですかという相談をしたら、その方がなるほどザワールドかなんかのディレクターの方で、ミラドルフィンズさんに行けばいいというふうに言われで、今回すぐ電話をして、で、エベレスト行きたいんですっていう電話をしたら、そしたら安藤さんが多分受け付けていただいてたの、ちょうどなんか4月から、一歩塾という、登山初心者のための、塾があるからと、まあ、とりあえずそれに参加されたらどうですかみたいな感じで言っていただいて、一歩塾に入りました。で、そこで、一歩塾をこうずっと、そうですね、あ、後ろにいらっしゃる一歩塾の皆様ですね、こちらの三浦さんの会の一歩塾の方 で僕、一番最初に、さんに、ですね、登山靴がわからないんで、何か教えてくれって言って、石井スポーツですね、に行って、登山靴をとかいろいろ見繕ってもらって。そう、で僕はエベレスト行きたいんですっていうのだけしか言ってなかったですね。だからそれでちょうどその靴でエベレストに、エベレストマラソン覚悟で全部行けて、で、そうなんですよ、まあそこ一歩塾から僕は、エベレストに行けたんですけど、そこで、もうちょっと飛ぶんですけど、最後に一歩塾の終わりで、
豪太さんと富士山に行けるっていう会があって、でそこで、僕散々エベレスト行きたい行きたい言ってたんですけど、なんかあんまり皆さんには響かなくてなんか登山経験あるって大体言われる、いやないですっていう、でも行きたいんですっていうと大体話がそこで終わるんですよね。あいいねって言ってた。でも豪太さんだけはちょっと違って、僕行きたいんですって言ったら、ちょうどその、その登山の富士山を行ったんですけど、その帰りのバスですね、降りた時にクラちゃんを紹介してあげるって言ってすぐその場で豪太さん携帯で電話をかけてくれて、でじゃあクラちゃんみたいな感じで聞いてた時に、じゃあクラちゃん紹介するからってそこで携帯を渡されて、そこからすぐ倉岡さんを紹介していただいたんです。でそこからは僕もうずっと倉岡さんの下で全部セブンサミットはやらせていただいたんです。なのでちょっと、はい、で山のことは僕はちょっとわからないんで、山のことに関する質問は皆様に振らせていただきます。そうですね。じゃあちょっと一人やるんですかね。はいはい。じゃあちょっとそんな感じの流れでちょっと。はい。じゃあ順番で今の流れの順番で。はい。はい。僕はですね、エベレストに行きたいっていう人めったに信用しないんですけど、体力もありそうだし、顔色もね、富士山登ってよかったんですよね。で、大体紹介したとしても本当に行く人ってその中でも100人に1人くらいなんですよ。まあでもその後聞いたら、倉岡さんと一緒になっていろいろ登山の訓練を始めて、次々に山に登って、今年ですよね、エベレストに登ったの。はい、はい、エベレストに登って、その後にですね、偶然にもデナリで、あれが最後のセブンサミットだったんですよね。あ、実はキリマンジャロとカルステンツそのあとそうです、その後忙しかったんですね。はい、そのうちのね、デナリの方ですれ違って、まあ実はその星野さんの認識、富士山以来会ってないんですよ。だから星野ですって言われても星野って星野さんうーんって僕は結構合わせるの上手いから星野さん知ってるみたいなこと言ってたんですけど、考えてみたら富士山の時にお別れ際に倉岡さん紹介したなと思って、僕もね、めったに人に山に登れるって言うもんじゃないなと思いまして、もしこれでうまくね、7大陸ちゃんと登ったからいいものを、これでね、なんか事故があったりしたら大変だ。でも倉岡さんを紹介したらもうこれはもう、大丈夫だと思ったんですけれども、まあ本当に行動力のある人で、本当おめでとうございます。ありがとうございます。僕7大陸登ってないんで紹介する人とかアドバイスする人みんなどんどん僕抜いていくんですよね。まあでも本当に7大陸をちゃんとねしっかり計画してやるということは、体力、そして計画力、そしてちゃんとねそこに合わせて資金を、用意しなきゃいけないということで、まあ、本当にその一つだけじゃないんですよね。全部ちゃんと計画を立てながら、自分で登れるってことを信じながらやらないと、これもできなくて、3年半ぐらいだったんですね。そうですね、あれからだから、はい、そうです。もう本当3年ちょっとですね、はい、だから3年半でそれをねしっかりやりきったっていうのは、人生の他のところで、何でも成功できるなと、思いました。おめでとうございます。 ありがとうございます。星野さん、おめでとうございます。ちょっとご紹介預かりました倉岡と申します。山岳ガイドをしております。僕も豪太さんが言ったように星野さんがいきなりでもその時車が壊れて修理工場に持ってってすごいなんかイライラしてて電話が鳴ってありました。エベレスト行きたいんでしょ、これよくあるああそうですかって言って今までエベレスト行きたいって言った人はやっぱり挫折する方がすごく多くて、例えば俳優さん の高橋克典君っていうのと、僕一回シベリア横断1万キロっていう
ネイチャリングスペシャルっていう TBS の番組にご一緒したことあるんですけど、彼が僕エベレストに出たんですって言うんですよ。本当ですかって言ったら、本当です。でもエベレストって頭も痛くなるし、まあ気持ち悪くなるし、長いしって言ったら、彼はまあ判断が早くて、あ、僕辞めましたすぐ言ってくれたので、そういう人は分かりやすくて、すごくいい。やっぱりこう、星野さんみたいに言ってくる人は、いろいろこう悩んだ逆にやっぱり途中で挫折する人が多いんですけども、変な人だなと聞きながら、でもやっぱりそれを全部実行して、セブンサミットに成功させたっていうのはすごいなと思うんですけれども、やっぱりね、すごい真面目に人の話をよく聞いてくれるって言いますか、こうしなきゃダメですよっていうと、やっぱりそうなんですねっていうのは、やっぱり星野さんがやっぱりご本人も言ってますけれども、登山経験があまりないのところにエベレストっていう目標を設定していくので、すごい謙虚で、ちょっと山登りやってる人は、いや、僕流のやり方があるんでっていうことになっちゃって、なかなか言うことを聞いてくれないんですけど、星野さんはそういうことは全然なく、言ったことは全部やってくれる。で、さらに今年のエベレストでは、まあ、星の方式とでも言っていい、画期的な、これエポックメイキングなエベレストの登りとかっていうのを僕もちょっと学びました。その話はまた後で、させていただきたいなと思いますけれども、じゃあ今日はお付き合いください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみにちなみにですね、僕普段メガネかけないんですけど、これ誠眼鏡店さんで買いました。メガネ屋です。ありがとうございます。つけてるもんその一部だ。あれです。そうですね。これはちょっといろいろと自分を変えたい時もうちょっと気持ちを宇宙的にしたい。そうですね。いろんな災害的にも。僕がなぜこう今回もメガネを持ってきたかっていうと、こうメガネをですね、メガネ屋でして。なんとか経費で行きたかったんですね。なんで無理やりこうメガネを超油とかにもこう実は持って行っていて、で、これ超油の山頂なんですけど、山頂でずっとこう20分ぐらいメガネをかけ替えるという意味のないことをいつも知ってて、これなぜかというとメガネ屋だからですね。これをずっとやってるんで、でこれ皆さん実はですね、後ろで盗聴写真を撮ってるんですよ、皆さんは。で、僕は盗聴写真だからいつもほとんど載ってないという感じですね。で、こういう感じでメガネをひたすら撮っているので、一応今回もいろいろ持ってきてるんですけど、まあそれはちょっと置いといて、そうですね、ちょっとじゃあ簡単に僕がですね、素人だったんですけど、もうここにいらっしゃるのは皆さん多分すごいちゃんとした方も多いと思うんで、山の話を僕がするのはちょっとできないんで、僕が何をやってエベレストに行ったのかっていうところだけざっと、最初にお話をさせていただいて、あとは、また振らせていただきます。ですね、僕は基本的に雄一郎さんの本を読んでそれだけをやってたんですよ。重りですね、簡単に言うと。重り。僕にはちょっと3人の娘がいまして、休みの日とか山に行くっていうのはもう絶対タブーなんですよね。それでいてエベレストまで行きたいっていうと、もう家族が崩壊してしまうので、何かを捨てなくてはいけなかったんで、僕山に行けなかったんで、常に重りをこうやってたんですけど、まあ本当に、ゆうちゃんさんの本には20キロ背負って5キロ5キロって書いてあったんですけど、ちょっとなかなかそこに行くまでが辛くてですね、これがうちの非常階段なんですけど、これは一応、あ、ごめんなさい、ちょっと終わっちゃいました。ごめんなさいね、ちょっとあれ、ちょっと待って、変なメガネ、ちょっとあれ思いっきり最初の方ってポンと押したみたいな。あ、そうです。あ、ごめんなさい。これちょっと最後の方しかなかったんですね。ごめんなさい。まあ、とにかくですね。
あの、おもりを、はい、初めの方にポンと押せばいい。いや、これもしかして動画を間違えたかもしれないです。戻るボタン押して。戻るボタン押して。えですね。あ、これ普通にうちの娘が出てきた。まあじゃあちょっと置いといて、あと僕香港にいたんですけど、香港の山をずっとビクトリアピーク、香港って0メートルからビクトリアピークまでで、でさらに上に行くと大体ですね、500メートル標高差550ぐらいあるんですけど、毎晩深夜1時にこうやって1時にこうやってずっと毎日ビクトリアピークを登ってたんですよね。すごい。ずっとで1時だと誰もいないんで、そうなんですよね。なんか僕に会うとみんな驚くみたいな。人が暗闇の中にいないんですよね。だからこういうずっとビクトリアピークを毎日、そうなんです。ハリネズミもいるんですよね、香港。実はこれビクトリアピークの裏口なんですね。でずっとこうやってテクテク言ってたんです。これは関根さんに選んでもらった靴なんですけど、ちょっと分かんないんですけど、でまあビクトリアピークを登って、あとは三浦さん、雄一郎さんの重りを常につけてどこに行くにも歩いてました。だから山には全然行ってなくて、あともう一つすごく重要だったのが、このドルフィンズさんで低酸素室がありまして、低酸素室で必ずこう、なんかこう低酸素になるとすごい眠くなるんですけど、もうこの時僕 SPO2 っていう酸素濃度が14になったんですよ。で36が通常で20とかで、でやばいっつって、で19でやばいやばいっつって、でこれを見た倉岡さんが富士山に後で連れてってくれたんですけど、でもこれはすごいすごい、絶対やった方がいい。そうですね、これと要は、でもちょっと戻したりしながら、これは今回僕、まあ、簡単に言っちゃうとあまり僕の、そのノウハウ的なものは全くなくて、ここにミラードルフィンズさんに入って、あとはユーチュロさんの重りをやるだけしかやってなくて、他の山には一切行ってない。富士山だからそれで全部セブンサミットを行かせていただいたんですけど、あとは絶対にもう一つ必要なことが倉岡さんですね。やっぱりこれはちょっとなんかこうリップサービスじゃなくて、僕みたいな素人が行くには絶対にいい、ガイドさんにつかないといけなくて、判断はもうガイドさんがしてくれるんで、あとは自分のその低酸素室入って、ある程度のその足腰を毎日やっていれば、おそらく、まあ、というか外の他の山に行かなくても行けるんではないかと。これも14で倒れた時ですね。で不自由帳にちょっとその不自由な具合をずっとつけようと思ってずっと書いてるんですよ、ね、でも何回か書いて終わっちゃいますね。まあでも僕がやったことっていうのは実はそれだけでした。でで僕が一番セブンサミットやって一番辛かったのが、その三浦ドルフィンズさんに入る前に、これ、これ実はエベレストを向かうって言った時から毎日欠かさず全部残してるんで、全日セブンサミット、向かうまで全部残ってるんですよね。まあ、でもほとんど誰も見てないんですけど。普通のやつだと10とか20です。で、これがですね、エルブルース、僕が一番最初に倉岡さんに連れてってもらったのがエルブルースで、ダイジェスト、これ実は最初に今もいらっしゃるんですけども、セブンサミットを終わられたお二人が実は後ろにいて、カズさんと柴田さんなんですけど、あの二人はめちゃめちゃ強いです。で僕は弱くて、あれちょっとね、来ないですね。
まあ、カズさんと最初僕一緒に行かせてもらったんですけど、僕初めてのセブンサミットの時、5000メートルで、ロシアで降りた時に全く足が動かなくなって、でカズさんもなんかピンピンしてて、クロコスももちろんピンピンしていて、でそこでこのなんですかね、ちょっとこれまあ、ギリギリ叫びながらこれは言ったんですけど、その後、ミエナ・ドルフィンさんの、低酸素室に入ったんで、やっぱり低酸素室は絶対必要ですね。提供ありがとうございます。そうですね、まあ、僕が、山について語れるのはここまでなんですよね。低酸素室に入ることと、メガネ、そう、メガネをそう常に書き換えてたんですけど、まあ、でもこれ前カズさんですね、前いらっしゃったんで、で、まあ、カズさんにとってはまあ余裕だったみたいなんですけど、僕はもうこれがセブンサミットで一番辛かったです、エベレストよりも。そうですね、ちょっとで、そうですね、ちょっとどうしようかね、山の話。そう、エベレストの後に低酸素室来られたんですけど、自己分析能力ですかね、どうやったら弱いとこから回復するかっていう能力がすごくてですね、そこなのでいろんなことを低酸素室でも試されてました。その SPO14 のところからどうすれば上がるかみたいな、で叫んだりとか、まあ、私が見てそれをやめてくれって止めたことも何とかありましたっていうような、やってほしくないようなこともやってたりとか、でもそこはちょっと言えないんですけど、回復させるための能力とかそういう、うん、自分のそこに弱点から強みに変えていく方法を常に探ってたので、そこがすごいな、最後までそうですよね。そうですね、でも本当にダメでしたね、ここいなかったらダメでしたね。で今のエルブルース僕一緒に、まあ、みんな行ってるんですけども、まずそのエルブルースなんてあれ15になったのはちょいより行く前ですね。あ、そうかもしれないです、ね、エルブルース、エルブルースは、そう、多分あれなかった、なかったですね。エルブルース行って初めて最初のあのセブンサミット何がいいですかっていうので、エルブルース行きましょう、まあ、山小屋もちゃんとしてるしロープウェイもあったりして比較的行動順応がしやすいのでそこを行ったんですけど、その時向こうの山に入った時に僕ちょっとその小田さんのやってるアンチエイジングみたいな低糖質ダイエットみたいなのを始めたばっかりで、それ僕はもう慣れてたんですけど、星野さんに低糖質ダイエットはいいよって言ったら、星野さんすごいお米好きなんですけど、じゃあ僕今日からやりますって言って、入山した日に始めたんですよ。それが高山に行くとこう不安になってくるんですよ。で高山病なのかお腹空いてるのか分かんないんですけど、向こうの軍のドクターとかに見てもらったら何でもないって言うんですよ。で結局お腹が空いてたんですけど、それでじゃあそれお腹が空いてたので登場日はアルファ米を3つとか4つとか5つ持ってないと僕は足らないですって言うから4つぐらい作ってジップロックに入れていったら寒いの全部凍っちゃって結局何も食べられないので登場する時はもう叫びながらでも登ったんですけど、そういうなんかこうわけわかんない感じが結構さっきの16なんですけど、僕その話を聞いた時に16ってこういうのできないかもしれないこの人と思って、長雄っていう8000の山に来年三浦先生も行かれるんですけれども、そこに一緒に行ったんですね。これベースキャンプ入ったら死んじゃうかもしれないので、そうなると僕もちょっと困るので、事前に冬の富士山行って頂上でキャンプしてそれで様子を見ましょうって言ったんですね。そしたらですね全然強いんですよ、うん、僕は頂上でお酒飲みたかったんでお酒持ってったんですけど、星野さん絶対飲めないと思ったんで少なく持ってったら星野さんすごい調子よくて飲んじゃって僕はちょっと物足りなかったあるんですけど、なぜ16になったかっていうのを後で聞いたら、ああいうトレーニングをしてるときに呼吸をしちゃいけないと思ったんですよ。負荷をかけるために呼吸を我慢して
あのガンガン行かないと意味ないっていうふうになんか理解してたらしくて、もうそれもすごいな、まあ、全てはユニークなんですね、まあ、今の段階ではこれだけ、はい、まああのじゃあ僕も、はい、食欲に関してなんですけども、まあ、低糖質ダイエット僕も実はあの倉岡さんがやってるというので真似したらナッツばっかりしか食べてないんですよ。でナッツばっかり食べるように僕もナッツを用意したらそれでお腹空いてナッツ以上に、普通にご飯も食べてるという収録だったんで、かえって僕にとっては逆効果だったんですけど、あの以前ですね、あのうちの父親とエベレスト登った時に、うちの父親も山頂近くでフラッフラになったんですよね。で足がおぼつかなくなってどうしようかと思って、でキャンプ5って言って最後のテントに行ったんですけれども、まああの倉岡さんも一緒にいて、もうこれかこの下下ろすか下ろさないかと、で、まあ、そこにいてももう酸素もないし、リバークするのは非常にねリスキーだということも分かったんですけれども、でふとテントの中見るとうちのお父さんですね、あの赤飯食ってるんですよね。バクバクと、でその後ラーメン作って食べて、でその後ヒマラヤケーキバクバクお腹ポンポン張ってて、ああ終わった、ああもうお腹いっぱいになったからそろそろ降りるかって言って、その後結構スタスタとサウスコルまで1時間半ぐらいで降りちゃったんですけども、いややっぱりあの山に行って、確かにあの倉岡さん、低糖質ダイエットそれ続ければですね、体が体質的にケトン体を、しっかりとエネルギーに変える力になるんですけれども、まあ糖質ダイエットはやってない方はすぐにそこに体質が変わるわけじゃないんですよね。だから急に脳に、糖がいかなくなったりということもあるんですけど、何かといったら、胃腸の力とか食べる力っていうのは登山ですごい大事だなと思いました。はい、じゃあ戻します。そうですね、あ、そうでした。そう、今おっしゃってた通りというか、僕がその結構見ていて、あ、僕は素人なんですけど、なんかこう最後まで強い人っていうのは結局最終的まで食べれたり飲めたりする人、水もガンガン2リットルは絶対飲めて、ね、ですよね。そうで、食事もガンガンいける方が強いかなと思ったのと、もう一つ僕が山を見ていて、いろんな人たちを見ていて思った一つことがあって、やたら酒に強いんですよね。倉岡さんとかも 6000m でもガンガン。倉岡さん結構特別かもしれない。あ、そうなんですか。あ、これはそうか、僕が倉岡さんしか見てないからじゃないですか。あと後ろにいるカズさんも激強くて、この人たちはやっぱり、で、それで僕はちょっと反省して、下山してから、できるだけウイスキーを飲んでたんですけど、そう、できるだけウイスキーを飲んでたんです、強く。なんか酒に強くなったら、山に強くなるのかもしれないと思って、でもあんまりそこはダメでした。どうですか。そこにいる近藤さんも、すごいお酒強いです。あー、そうなんですか。それはありますかね。うちの藤田さん飲まないんです。あ、そうなんですか。まあ、一説によるとアルコール分解能力と酵素順応能力が近いんじゃないかっていう。アルコールを分解するには水と酸素が必要なので、水と酸素でいよいよ解消できる人は酵素でも強いんじゃないかっていう。とてもリスキーな実験ですけどことを言ってる人もいました。まあ、全然わかりません。でも今日ね、ここにもちろん倉岡さん、まあ、お父さん、そしてそこに近藤健二さん、貫田さんと、そうそうたる山の、方々がいるので、ちょっとお酒とあれに関して、近藤さんにも聞いてみます。あ、そうですね、見てみる。本当に。昔、その貫田さんとかね、大先輩たちが、その昔、お酒が強いと高所に強いっていう話を聞いて、昔はよく飲みましたけれども、まあ貫田さん飲めないですし、どうでしょうかね。でもなんとなく僕はその説には賛成 でそうじゃないとお酒飲めないじゃないですか。で必ずベースキャンプにはあらゆる種類のお酒がずらっとこう並んでないと気が済まないみたいな。
で、順応がうまくいってる人は飲めるんだよ、だから順応ちゃんとやってねみたいな、はい、それでみんな一生懸命飲みたいから一生懸命こうやる的なね、はい、そうですよね、先生もねそうですね、はい、そんな感じで、はい、じゃあ、抜田さんも飲まない人も飲まない人も周りアルコールって多分あんまり良くないって酔いはですね、山のアルコールが頭の脳みそが低酸素状態になってると二日酔いらしいんですよ。だから多分今度二日酔いになった時は酸素、純酸素吸ってやると多分治るはずじゃないかと思います。あの下戸なんであんまりなるぞ、ありですなるほどですねそうなんですねで僕が見た中では皆さんがすごかったんですよね。はい、世界 の、 クラブさんのお知り合いの方々がでもうそれを見てちょっとやばいなと思って、自分に足りないなと思って結構一生懸命飲んだんですけど、そうすると潮湯で僕一回飲んだ時があって、潮湯って8000メートルの山で、でみんなが飲むもんで自分も飲んだらもうめちゃめちゃ具合が悪くなって、もうその晩はもうやばかったですね。それでまあそんなのも含めてその酸素、あともう一つ酸素の点をちょっともう35分にもなったんであれなんですけど、酸素を今8000メートル7000メートル以上だと使えて、高所登山だと、まあ、一般的に使うっていうので、で僕はすっごい、高所に弱いんですよ。さっきの14とか見てわかるように。だからですね、でもちょっとここの三浦ドルフィンズさんも多分30回ぐらい入ったと思うんですけど、その中で編み出したことがあって、やっぱり意識をして最初の呼吸してなかったんですけど僕もちゃんと呼吸していいというふうに言われて呼吸をするようにしたら結構意識で何とでもなるんですね、SPO2 は。で、それが結構いろんなその状況で酔っ払いながらとかもいろいろ試しながらやったところ、自分の SPO2 を安定させる方法を発見して、うん、ただしそれっていうのは、体力をすごい使う、つまりそのまま12時間とか、SPO2 を安定させるのは結構難しいんです。結構気合い入れて呼吸をするもんで、なんでそこで分かったんですけど、僕が高所に行った時にすごく気をつけていたことは、最終的にできるだけ短い期間を動く結構早めにガッといっちゃうんですよね、動いていって、で、意識があるうちは大丈夫なんで、そう、酸素をうまく倉岡さんのもとでちょっといろいろ使わせていただいて僕は登れたんですね、はい、なんで、まあ、そこはちょっと倉岡さんメソッドなんで、知りたい人は倉岡さんに頼んでいただければ。倉岡さんだったらすごく僕みたいな14の人でも、あ、すみません、SPO214 とか要は富士山に行って、頭痛くなっちゃうから登れないっていうふうにして諦めるような方は、諦める必要がないと僕は思いました。どうですかねあ、まあ星野さんの場合はまあ呼吸しないとかいろいろあったんですけど、根本的に高所にすごく強いっていうわけじゃないですけども、体力もまあまあありまして、そのある高度に順応できない人っていうのはいるんですね。例えば2000メートルぐらいから高所になっちゃって、5000メートル行ったらもう肺水腫になっちゃって死んじゃうみたいな人もいるんですけども、そういう類の方ではないので、やり方次第で登れるっていうのを、まあ、僕が発見したのではなくて、潮湯ですごい苦しい経験をなさって、エベレストは自分で考えた酸素の使い方っていうのを実践して、すごい目を見張るものがあって、これはもうさっきも言いましたけど新しいエベレストの登り方なんじゃないかなっていうぐらいの使い方をされたんですね。
これちょっとシークレットで、そうですね、クラッカーメソッドで無料公開できないんですけど、そうなんですよ、有料なので、でも、あとは後で申し込んだ方にクラッカーさんのお話はしますけど、今はまだちょっとこれお話終わってないので後でっていう感じで、でも、いや、クラッカーさんがいいならあれですけど、酸素をいっぱいただ使うのではなく、星野さんの場合は高純能は酸素を使わずに7000まで終了して、その後ですね、ベースキャンプとかに降りたらそこで酸素を使う、まあ、リカバーのために使うっていう感じ、まあ大まかに言うとそうなんですけど、あとさらにもっとできるだけ高度を下げて、ベースキャンプ北側は 5200m なんですけど、4200m ぐらいの村まで降りて、そこでなんかこうシャワー浴びて、動画を見ながらリフレッシュを兼ねて脳と体を回復して上に行くんですけど、で今度は登る時もですね、別に余計に座らないんですよ。休んでる時にちょっとするだけで、そうすると例えばあんまり本間さんベースキャンプで住んでなかったんですけど、ベースキャンプ5200から、ABC っていうアドバンスベースキャンプ、これ北側の話なんですけど、に行くのに普通2日かけて行くんですね。で昔は僕も、まあ、強かったので、そこを、まあ、強い人は1日で行くんですけど、順応終わった後に1日で上がるんですけど、僕のね2007年ぐらいの時の、時間が、まあ、特に急いだわけではないんですけど、5時間45分で結構早かったんですね。それでは星野さん、今回笑いながら5時間半でしたっけ？そうですね。ふーっと風のように行っちゃってニコニコしてるんですよ。あ、これはやっぱりこうリカバーする酸素と低いところに降りたの聞いたんだなと思って、結局登頂するときはあんまり余計な酸素は吸わずに、登頂されてすごい速いスピードで帰ってきました。で後から考えてみますと、それで日本に帰ってきてから酸素の量少なく登った人は、まあ、無酸素で行った人は特にそうだと思うんですけど、半年ぐらい廃人になっちゃう人がいるんですね。社会復帰できないとか、まあ、サラリーマンの方ですと翌日からの仕事に支障が起きるとかあるんですけど、星野さんも帰ってきて次から元気よくて、あんまりそういう後遺症がなかったので、これはすごい方法なんじゃないかなと僕も思いました。はい、分析はしてないんですけど、多分絶対酸素をある程度使った方が脳のダメージが少ないので社会復帰が早いんじゃないかなと思います。トレーニング理論でも2パターンあるんですよね。1つは、高い高度でトレーニングをして低いところで寝る、要は酸素の多いところで寝る。もう1つがトレーニングをして高いところで寝ると。でアメリカ方式ってこっちなんですよね。トレーニングをした後に夜に、低酸素して寝ると、こっちの方が効果あるんじゃないかと。で研究の方は、ずっとこっちの方が先行してて、もう1970年代あたりからこういう研究されて、逆の方ですね、高い高度で寝て低いところで寝るっていうのはこれ邪道だと言われたんですよ、まあ、ところが、山本先生ですね、山本正義先生って金谷体育大学の先生いるんですけども、まあ、研究を続けていると、低酸素質って僕たちのところもあるんですけれども、十分低酸素質でやってストレスを体に与えておいて、要は筋力トレーニング何でもそうですね、筋力トレーニング何でも、ストレスを与えて筋肉を壊す、あるいは体の生理的な、システムを一度疲弊させる。で何が大事かって休む時の方が大事だっていうことの結論に至るわけなんですよ。なのでですね、うちの父親も2013年にエベレスト登った時、なるべくそのベースキャンプで標高、体感標高を下げるために寝るときに酸素を使う、もちろんですね、登るときもそうなんですけれども、休むときの酸素っていうのは思った以上に効果があって、そのリカバリっていうのはやっぱり、超回復につながるんですよね。なので、循環っていうのは、まあいつも言われているのが疲弊している体がどんどん疲れていくのと、それから体が
酸素が少ないところになる、このちょうどバッテンしているところに当たる、ね、遠征が長くなればこうやって疲れているんですよ。 でも今言った方法っていうのはリカバリーを中心に考えるので、この体の体調のこの下がり方が緩く済むんじゃないかな。で、もっといいところで、もっと高いところでこう、結局はその疲弊しちゃったら高山病になってしまうし、高度循環も、ある程度までしかなくなるんですけども、疲弊さえしなければ高度循環って結構もっともっと上がれるポイントがあるんじゃないかなと思っています。なので、星野誠理論は、はい、一つまとえてるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。そう、僕もあの醤油ですごくもう死にそうになって、本当になんか鬱になるじゃないかみたいな、前はもう鬱状態みたいな実はなっていて、もうできたら叫びたかったんですけど、その時はやっぱみんな寝てますし、あーって言ってたらちょっと迷惑なんで、できるだけ抑えてたんですけど、もう本当にちょっと冗談じゃなく、ちょっとなんていうかな、発狂して、まあ帰れないしというか、まあ、帰れなくはないですけど、帰りたくないし、でも辛いしみたいなので、結構辛かったですね、調油は。その時の映像、発狂してる映像はないかなと思うんですけど、いや、結構撮ってるんですけどね、ちょっと全部どっか探すと発狂してるかもしれない、この調油の中で。でもとにかくすごく、要は 8000m の山って辛いんだなと思ったんですよね。これはやばい、死ぬ、もうダメだと思ったんですけど、まあエベレスト行くって結構自分大々的に人に言いまくってたんで、こんなとこでやめられないなっていう思いもあって、で発狂してるのはないですかね、ちょうどね、これ 全日あるんですよ、要は潮流の、だから発狂してるのもどっかにあるはずなんですけど、ここら辺ちょっと発狂気味の、そうですね、ここ発狂の昨晩発狂してたぐらいな多分ラインだと思うんですけど、そうですね、でもとにかくでも酸素でここですごく要は 8000m 恐怖を感じて、でそれどうやって登ろうかなってずっと考えていてエベレストに行ったわけなんですけど、でいろんな、実は僕映画を見て、あのビヨンド・ザ・エッジとか、あの要は何でしたっけ、あのエベレストとか、要は 3D とかいろんな映画を見て、どうも上に高いところにいるとダメなんだなっていうのを発見して、だからできるだけ下にいて一気に駆け上がって登って、でじっとする、で下山もできる限り、最短で降りるっていうのを心がけてたんで、とにかく あと豪太さん実はですね、富士山に登った時にすっごい昔なんですけど言われたことがあって、2割のパワーで登んなきゃダメだって言われたんですよ、エベレストは。で、ああと思って、できる限り2割のパワーで登れるように下でずっと、で皆さん実は、僕たちの隊でも、みんなベースキャンプにいるんですね。でもちょっとあの激の話なんですけど、下の1時間の距離の町まで行くのに往復400ドルするんですよ、たった。でそれでちょっとなんとなく、あとめんどくさいから行かないんですけど、僕は1日でも毎回下の町に戻って一人ずっと行ったんですよね。だからベースキャンプにいるより僕は、下の町にいる方が長かったんですよ、一人だけ、はい。でその結果なんだかすごい飛ぶようにグワーッとこう皆さんをぶち抜けて、でなんかシェルパさんは、まあ、荷物持ってるからあれなんですけど、僕は荷物持ってないですけど、シェルパさんと同じぐらいのペースでずーっと行けて、でその流れで、エベレストの最終キャンプまで行けたんですけど、まあ、最後は倉岡さんが激速くて後ろから一気に抜かれましたけどね、やっぱり倉岡さんは超速かったですけど、まあでもとにかく僕はエベレストもうなんていうかできるだけ動かない時間を多くしましたね、はい、ですね。
あとそう一つだけ気をつけたことがあって、僕一発盗聴にすごいこだわってたのと、あともう一つは絶対に死なないっていうことを考えてたんで、そういう理論から、まあ、僕か家族がいて、死んじゃうとちょっとまずいんですね。はい、結構それが約束だったんで、死なないで帰ってくるっていうので、うちエベレストを目指し始めた時に3人目が生まれたりするんで、ちょっと1歳だったのかな、まあ、だからうちが絶対死なないからって言っていつも出てきてたんで、だからそれだけは守ってたのと、そうですね。そうですかね。まあそんな感じです。で、ちょうどあれですね、なんか質問とか、画像が見たいよ、ほんと。あ、画像、多分この後、皆さんがお食事するときにでも適当に流しとこうかと思ったんですけど、発狂、ええ、発狂の画像も多分あると思うんで、はい、そうですね、何かあと、皆さん、はい、低酸素のトレーニングって何回ぐらい？あ、僕は、だから、そう、2、30回は、はい、見ました。ありがとうございます。すぐ下のにお部屋があってぜひ入った方がいいと思いますね。そうするとちょっと逆に皆さんに入ってもらった方がなんか辛さが伝わってるんですよね。なんかこんなところこういう映像を見せておいてもなんかみんなへーしか言わないから、 6000m の辛さが分かってくれるんで見てもらいたいですね。あ、入ってもらいたいですね。です、あ、低酸素、そうですね、低酸素の中で飲むとさらに緩いよ。先ほどの理論がどういうふうに低酸素でトレーニングすることで体が変わってくる。僕が主にちょっとそれもちょっと聞きたいですけど、僕が主に高所に強くなることはないと僕は結論付けたんですね。要は全然順応もしない、強くもなんない、一切なんない、それだけど精神的になれる、それだけです。もう結構やってみて分かったんですけど、順応はしない。順応します。2つのポイントがあって、それ一つは、今、話していた低酸素を経験することによって頭がまずパニックにならないんですよね。でそれってすごく大きくて、ある程度呼吸が、整えられる、 SPO2 の反応がこうなる、歩いてる時にどういう呼吸のペースか、これは知識として体感として、できることなんですけども、僕たちの研究でも分かってるんですけども、低酸素室に入って30分ぐらいで遺伝子自体が動き始めるんですよね。でこれも僕の実験で分かってるんですけど、30分ぐらいで、HIF1α っていって高所に特有の遺伝子のスイッチがオンされるんですよ。そしたら、体の中の、赤血球を増やす、血管を増やす、それから、要は肩にできた赤血球を、古くなった赤血球を分解して抗酸化の、要は、酸化作用にすごく体を強くする、こういったことがね、同時にね、いろんなところで体で起き始めます。なので、最初息止めてたのは、とても、その遺伝子のレベルとしては、危機感を煽ってこれは強くならないとこいつは死んじゃうぞと、いうような、人間の体って面白くて、そのある程度のその何でしょう、危機感っていうか、先ほどの倉岡さんをやってる糖質ダイエットもそうなんですよね。エネルギーを少なくすることによって長寿遺伝子が多いになる、もっと生きなきゃいけないっていう風になるし、筋力トレーニングをしたら筋肉が壊れてまた強くなる、それと同時ですね、低酸素っていうのは、むしろさっき言った筋肉とかエネルギーシステムのこの最も根幹に関わるシステムであって、実はもう今地上に存在する生物約2億3000年前ぐらいに極度の低酸素状態に一度地球上全部なったことがあるんですよね。でそれに共通する機構が全ての生物が持ってるんですよ。一度低酸素質になっ
低酸素状態になって、そこからそれに対して対応しよう、細胞を低酸素状態でもエネルギーを作ろうというメカニズムがあって、これを、ね、呼び起こすことっていうのはね、低酸素質の中じゃなきゃ、あるいは高所に行って実際に SPO2 を低くしないとこれって、できないんだよ。研究を協力して、もらった方はこちらにいて、いっぱいチームから来ました。うちの大体ここにいる人たち、来る人たちは登山家血抜いて帰ってくる、はい、あで以上です。はい、いや、学術的なことはよくわかんないんですけども、僕こちら入れていただいたことが何度かありまして、いきなりポードルームの、まあ、皆さんもお忙しい方で山に行く時間がないので、それを節約するっていう意味で低酸素室に入る方多いと思うんですけども、僕もですね、僕暇なので、例えばエベレスト行くときは他の人より5日間早く入ってちょっと順応とかもできるんですけど、まあ、1年中結構順応してるんでそれはやらないんですけど、一回ですね、ゴータさんがソチオリンピックの解説でソチに行ってる時に、私ニューギニアのカルステッツピラミッドっていうところにヘリコプターで行こうということになって、0メートルから4300メートルの、ベースキャンプに一気に飛ぶっていうのがあって、それはちょっと怖かったので、そこで2泊特別に入れてもらったことがあります。でその時もやっぱりすごい負荷をかけようと思って、こちらのミトロ君にちょっとトレーナーでついてもらって、大雪でですね、何もできなかったのですごい良かったんですけど、その時に低酸素室に夜入る前に、そこの飲み屋でガンガン飲んでから入るっていうすごい負荷をかけてそれがフェイスブックに載せたら、ゴータさんが処置からそこは禁酒ですよメッセージをくれたんですけど、それでやっぱり寝てる間にこう心電図っていうんですかね、あと SPO2 とかもずっと測り続けてるんですけど、最初の晩は明け方やっぱり27ぐらいに落ちてるんですね。それで2時間ぐらいその状態が続いて、やっぱりこう死ぬ前に目が覚めるからいいんですけども、それでカルステッツ行ったらやっぱり4300入っても何も起こらなかったので、それが果たして効いてるかどうかは僕は断言できないんですけれども、まあ、星野さんが言ったようにメンタルな意味ではすごい自信もついたですし、まあ、ゴータさんが言うように、まあ、こう脳の反応速度が順応しなさいっていう方向にちょっと遅れてたのかなと、自信はないですけども思ってますので、低酸素質はやっぱりこう刺激を与えて反応速度を速めるっていうことでは有意義なんじゃないかなと今では思ってます。ありがとうございます。信じるものはすごいです。皆さん順応します。では、いい時間となりましたので、はい、いいですか、はい、質問して星野さんに、はい、お聞きしたいのが、はい、4年前エベレストを目指して、で今セブンサミッツ、はい、全部成功して、4年前の自分と今の自分と比べてどう変わりましたか。そうですね、すごい、今回人生の節目としてすごいやってよかったなと思っていて、ちょっと表現が悪いんですけど、どうか、僕大学生の時にバックパックをしてちょっと人生観がガラッと変わったんですね、はい、で最近ちょっと大人になるにつれ、その感性が摩耗していて、ちょっとなんか不感症というか、なんかそんなにワクワクしないというか、なんかこう綺麗なものを見てもあまり綺麗だと思わないとか、なんていうかそういう感情になってたんで、それがすごく良かった。要は自分を追い詰めたことで、また再びあんまり自分自身と対話することってなかなかなくて、あと対話する必要もないし、普通に生活してると、でそこで今回この時期に、このセブンサミットっていうのは結構自分と対話することになったんで、もう本当に素晴らしかったですね。でなので、僕の中ではすごいガラッとターニングポイント、人生のターニングポイントのもう本当一つになったんで、そうですね、何が変わったかっていうと、なかなかすごいいろんなものがありすぎて、はい、表現できないですけど、ものすごく変わりましたね。で、これはだからぜひちょっと皆さんに
あのぜひまんべんなくセブンサミットを目指してほしいぐらいで、あの倉岡さんにあとはもうね、あのこの場でちょっとサインをしてもらってセブンサミット行っていただく、本当にそれぐらいすっごく価値がある、というかすごい楽しい3年でしたからねっていう感じです、まあ、でももう一つ言えるのは社会的に結構ズタズタになるんですよあまり長い時間でやらない方がいいかなと思って、家庭もなくなる可能性もあるし仕事もなくなる可能性があるんで、まあ僕今回3年半ぐらいだったんですけど、まあそれがマックスでしたね。結構家もキリキリしてて、スタッフもなんかあれみたいな、あいつだけいつも遊んでるなみたいな感じになってたんで、だからそう限界でした、リミットでしたね、はい。でも素晴らしいですね。あ、はい、ありがとうございます。はい、今一つ目標達成したじゃないですか。そうですね、僕その今今後の目標が最初から実は宇宙旅行、で実は今回ですね、前にいらっしゃる僕の、10年前実は宇宙旅行の会社をやっていたんですけど、その一番前にいらっしゃる山崎大地さんが、宇宙旅行にもういろいろともう申し込んでいらっしゃる、ご自身も申し込んでいるし、いろんな宇宙旅行を手配されているっていう方で、で僕は本当にちょっと宇宙に行って、でもう一つその火星がありまして、太陽系があるんですよね。太陽系最高峰が、火星に、オリンポス山っていうのが27,000m、25,000、まあちょっと下から数えると27,000とかなんか言われてるんで、どこだかよくわかんないですけど、25,000〜27,000ぐらいの山があって、オリンポス山にまあちょっと世界初で行きたいなと思ってるんですけど、でもねそこはちょっと低酸素か分かんないですけど、ある程度ちゃんと酸素を使っていきたいですね、できたら、はい。ちなみに今火星は行ったきりで帰ってこれないそうです。宇宙力が少ないので、着陸はできるけど離陸はできないそうですよ、ね。何十年後かにそれが離陸できるようになるんですけど、僕もガイドしてあげたいんですけど、その頃もうちょっと難しいなという感じになってます。まあ、名前の通りだね、星野殿。そうですね。ありがとうございます。他にございますか？じゃあちょうど8時ですね、はい、ではとっても美味しいお肉の匂いとかしてますので、ちょっと紹介をさせてください。今料理を一生懸命作ってくださってる中山博樹シェフ、実はシェフなんですけど、シェフは箱根でずっと修行されてまして、でお店も持ってたシェフなんですが、今年の10月に6,800m のヒマラヤのアマダブラムっていう山にも登場されてるし、で今日お客様として紹介お誘いしましたら、料理作ろうかなって言ってくださったところから始まって、もちろん低酸素トレーニングでひたすらトレーニングして登場されたシェフです。でちょっと料理の紹介をしていただきたく、マイクがね届かないんで、じゃあちょっと料理の紹介を、メインを3種類サーモンと豚肉と鶏肉3種類用意しています。でお野菜をいっぱい用意していますので一緒に食べていただきたいと、あと前菜も少しつまめるものを用意しています。デザートも3種類、あとパンも行かせていただきます。多分量は足りると思いますので、遠慮せずに大丈夫です。ですね、皆さん飲み物がなくなったと思いますので、あちらのテーブルの方で飲み物を、次の乾杯用の飲み物を選んでいただいている間にスタッフが椅子をかけますので、荷物を持って飲み物の方を取りに行ってもらっていいですかね。お飲み物の準備できますでしょうか。乾杯の方に移らさせていただきたいと思いますが、今回三浦、ベースキャンプというこの場所に来ていただきましてありがとうございます。三浦一郎より、本日、はい、スタートに当たりまして、
乾杯のご挨拶をさせていただきます。あ、皆さんこんばんは。こんばんは。まあ、星野さん不思議な人で、まさかセブンサミットをさらに宇宙までという素晴らしいまた、話をしました。登山の専門の世界では、まあ、ぬきたさん含めて、ちょっと理解しかねるコースがあって、これまたとっても面白いユニークな、また今後のいろんな資産を与えてくれて、そんな気がします。星野さんのさらなる、これからの宇宙までの、ここを記念して、みんなで乾杯しましょう。乾杯。乾杯。ありがとうございます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 。どうもどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。山崎さんが宇宙専門のお連れしました。そうなんですよ。帰ってこれないんでしょ。今のところはですよね。まだね。あ、でもまあ大丈夫です。あとお返しします。家族と約束してるから。そうですね。帰ってこないと。訓練したらいけるのかしら。訓練必要ないですよね。訓練3日だった。風が。今の何をどう返したら帰ってくれるようになるのかちょっと気になりますよ。やっぱ運じゃないですかね。運です。運ですかね。あとは精神力。精神力。精神力。はい。